日本近畿地方和歌山県伊都郡久戸山町。久戸山町は和歌山県北部に位置する町。域内には高野山の海祖である空海の母が暮らしていたという自尊院があり、空海は月に9度母に会いに来ていたことから、久戸山の地名がついたと伝わる。木の川の南岸にあり、そこに流れ込む不動、谷川の川筋に沿ってできた谷間と、さらにそこへ、 東から流れ込む入川による谷間からなる、高野山への通り道である、古くからの高野山寮であり、明治まで続いた。また、関ヶ原の戦いで西軍に組みして敗れた、真田正幸、信繁親子が1600年に、久戸山に留在となった。そのうち二人が女性で、議員の20%が女性。会派厚生商業では、ローソン一店舗と小規模な商店街、 道の駅垣の里久戸山がある。町外からの観光は、入る先の久戸山を脱出して、大阪の陣で優先した、真田雪村関連の施設やイベント、及び、高野山関連で、世界遺産登録された自尊院や町赤道などとなっている。かつて町内と隣接の高野町内の一部の地域で、高野神が生産されていた。2020年現在、 町内の紀州高野市伝承体体験験資料館し、遊園で紙すき体験がで紙ききがる。埼玉県引群小川町で生産される細川紙は、高野山で修行した層が細川というところで技術を習得し、故郷に伝えたと伝承され、道具、製法が極めてよく似ている。細川紙は2014年にユネスコの無形文化遺産に登録されている。冬柿が名産で、 上記の道の駅名にも取られている。九度山郵便局九度山町内の郵便番号は六百四十八から零一 x x で、周廃業務は橋本郵便局が担当している。九度山駅二千十一年二月六日、町内の駅は近隣の市町に所在するキー・シミズ駅、学分戸駅、キー・細川駅、キー・カミヤ駅、極楽橋駅、高野山駅、木の川橋梁。 入荷は橋梁、工作船とともに近代化産業遺産に指定されている。国道県道主要地報道一般地報道、入管省婦神社本殿寺村院全名商院。ありがとうございます。